皆さんこんばんは。小室よりのネットでウィークエンダー、今週はちょっと違った様相で何でしょうか。何でしょうか。番外編の2ということで、はい、はい、今日はですね、いつもは2人でやっている番組なんですが、うん、もう一方遠隔出演をしていただいておりますけれども、まあ、この番組始めて初のゲスト、ゲストですね。まあ、今後どん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 やっていきたいなと思いますけどね、うん、いろんな方出てきていただきたいと思ってますけど、はい、じゃあ今日のゲストの方は小室ゆりさんのぜひにとのご推薦ということですので、はい、早速ご紹介をお願いします。はい、一般社団法人痴漢抑止活動センターの松永さんとつながっております。松永さん、はじめまして。はじめまして。小室さんにはいつもお世話になっております。よろしくお願いします。はい、じゃあ松永さん、自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。はい、一般社団法人痴漢抑止活動センターの松永弥生と申します。当センターでは電車内で痴漢や電車やバス内で痴漢に被害に遭っている子を被害から守るために、こういった痴漢抑止バッジを作成して普及活動に努めています。毎年夏にこのデザインを考える痴漢抑止バッジデザインコンテストを開催しています。はい、ありがとうございます。この痴漢抑止活動センターの取り組みっていうのが非常に面白くて、うんうん、こう痴漢っていうと、はい、それをこうやめてっていうために、うん、どんな活動がリオジはあると思ってます。またはどんな活動を見たことがあるとか。駅員さんのパトロールとかですかね、うんうん、はい、その時に、うん、こうポスターとかもあると思うんですよ。ありますね、はい、そこに何て書かれてるかってなんか覚えてます。これね、うん、変わってきてるんですよね。ほうほう。昔は、うん、痴漢に気をつけましょう的な女性に向けたメッセージだったんですけど、最近は痴漢は犯罪ですっていう加害者側に向けたメッセージに変わってるっていうのはなんとなく思ってますけど、はい、それをこの痴漢抑止活動センターの松永さんは2016年からもうすでに加害者向けのメッセージを発信されてて、まさに今領事が言った痴漢は犯罪ですっていうことをバッチに、はい、書かれてるんですよね。松永さん、あの一つのバッジに、あの見えるかしら、痴漢は犯罪です、私は泣き寝入りしませんという文字を入れてます。あのいろんなデザインが実はあるんですけれども、すごいな、デザインコンテストをやってるので、はい、3のデザインがありますが、うん、一つ一つに痴漢は犯罪です、私は泣き寝入りしませんというメッセージを入れてます、うん、これを学生さんがデザインをしているというのも非常に画期的なアイディアだなって、うん、はい、そう、これあの事前にちょっとお話を聞いて驚いたのが、そのコンテストにデザインを応募してくる人のうちの2割から3割が男子学生だっていう、うん、これすごい意外だったんですよね、うんうん、はい、松永さん、その辺のことをお話しいただいてもいいですか。はい、あのコンテストは学生を対象に行っているんですけれども、学校側が課題として取り組んでくれるケースも多いので、こういった男子学生の参加が多いです。うーん、私たちはあの私は電車で通学してないから関係ないとか、うん、俺は男だから関係ないではなくて、あなたたちの仲間が痴漢被害にあって困っているから、あなたたちが学んでるデザインで課題を、社会の課題を解決してほしいと思って学生対象にしたデザインコンテストをやってます。うん、なるほど。ここでポイントになるのが、やっぱ痴漢被害って考えると、うん、多くのもう多分 99% ぐらいの方が被害者は女性だと思うと感じると思うんですけども、うんうんうん、実情男子学生さんも、まあ、幼児ですね、小学生とか
なるほど。も被害に遭っているという実業がありますよね、松永さん。あります。最近は、昔はやっぱり男の子が痴漢に遭ってるってすごい言いづらい空気があって思ってこなかったんですけれども、うん、最近はニュースでも頻繁に取り上げられるようになりました、うん、でその場合でも加害者はほとんどの場合男性なんです、うんうんうん、性犯罪の加害者は 99.8% が男性だというふうに、男は痴漢になる理由の本を書かれた斉藤先生もおっしゃっていました。なぜそう男ばっかりがそういう犯罪に走っちゃうんですかね。よく男性は性欲を抑えきれなくて痴漢行為をしてしまうというふうに言われてきましたが、うん、先ほども少しお話しした男が痴漢になる理由が書かれた斉藤先生の本によりますと、痴漢加害者の人はどちらかというとストレスを溜めてしまって、そのストレス発散のために自分より弱い立場である子どもや女性に対して嫌がらせをしている、それが性的な嫌がらせイコール痴漢になっているという状況が正しいようです、斉藤明義先生ですね、はい、この動画でも過去に 2,3 回、はい、取り上げさせていただいてますけど、はい、まあなるほどなっていうふうな、ね、感じですよね、はい、で今回このフリップを用意していただいたんですけれど、こっちこの辺で見てもらった方がいいかな。はい。はい。痴漢被害に遭ったことがあるという女子高生に、対象にしたアンケートで 63.1% があるというふうに回答されているということなんですが、はい、ちょっとそれどこのデータのことを言ってるのか聞いてもいいですか。電車内で痴漢にあった経験の有無、三大都市圏15-24歳女子って書いてありますね、はい、こちらの 63.1% 1% というのは、シティリビングウェブのウェブアンケートで、うん、取られたもので、うんうんうん、63.1% という数字が出てます、うんうん、でそれを3倍都市圏の15歳から24歳の女子の人数に割り当てて考えると、うん、184万3千人が被害者になっているだろうという予測が立ちます。うーん、はい。でここにね、男性も入ってくるはずなので。そうですね、これ女性が対象のアンケートですからね。そうですね、はい、男性の被害は入っていません。うん、もうちょっと数字は上がってくるだろうと予測はできますよね、はい。これフリップのこのあたり、はい、こっち側ですね、はい、はい。実際そのバッジを作っていったことによって、はい、どれぐらいの効果が出たのかっていうところの結果なんですけれど、はい、ほぼ合わなくなったっていうふうに、はい、はい、出てるみたいなんですけど、これはどういう効果があったと思われてます？はい、うん、痴漢というのは、うん、先ほども言いましたように、うん、自分より弱い子を狙ってる。露出が多いとか、何かセクシーだとか、自分の好みのタイプというよりも、もっとおとなしそうで、大人に逆らわないような雰囲気の子を狙ってるんですね。なので、バッチのように、私は泣き寝入りしませんってきっぱりした文言を見ると、この子に触るのはやめようと思うようです。なるほど。泣き寝入りしやすそうな子を狙うっていう、そういう卑劣な考え方ですね、
はい、なるほど、なるほどな。で実際にこちらのフリップの下の真ん中にも書いてありますように、はい、9ヶ月間、うん、埼京線で通学する女子学生に70名に9ヶ月間バッジを使ってもらいました、うんうん、そうしましたら効果があった子が 61.4%、うん、効果を感じたが 32.9% で、うん、合わせると 94.3% が効果を感じてます、うん、いやもうほとんどですよね、はい、で実はこの変化なしっていう子はもともと私は痴漢に遭っていなかったので変化ありませんっていう子なんです。効果がないと思うっていうのは友達が効果がないと思うよって言ってましたっていうアンケートじゃないですか。ですから痴漢被害にそれまで会ってた子は 100% は効果を感じてたということになります。いやまあ斉藤先生が言われてることがもうこのバッジの効果からもね、うん、確認されてるわけですよね、うんうんうん、で私ちょっと思ったんですけど、要はみんながこのバッジを持っているわけではないじゃないですか。ちょっとまあ意地悪な言い方に聞こえてしまうかもしれないんですけれど、バッジを持ってる子は痴漢には合わない、うん、でもその結果バッジを持ってない子が同じように会ってしまうんではちょっと効果としてどうなんだろうって思うところがあって、はい、その辺に対しての取り組みって何かやってらっしゃったりするんですか。今本当に岡本さんがおっしゃったのはその通りだと思います、うんうん、社会の意識全体が変わっていかない限り痴漢問題は解決しません、うんうん、なので当センターがバッジのデザインを1種類にせずに毎年デザインコンテストをやっているのは、うん、痴漢は良くないよねって考える子を増やしたいからです、うん、で実際に男子学生も参加してくれて女の子の友達に聞いたらすごいひどい被害だということが分かった、やっぱり痴漢はいけないと思うっていうコメントを寄せてくれてます。でそういった男の子たちは将来絶対痴漢をしないと私は信じていますし、そういう意識が社会の中に広がっていくことで痴漢問題がだんだん減っていくという期待をしています。期待が減っていく、今この、ね、教会さんがやってらっしゃるのは痴漢被害を受ける可能性のある、まあ、若い子といったらですけど、まあ、10代20代の子たちに対しての取り組みで、それと同時にその加害者になる可能性のある方たちへの啓発活動っていうのも同時進行で行っていく必要があると思うんですね。自分ももしかしたら痴漢加害に加担してしまうかもしれない予備軍っていうのが確実にいるじゃないですか、うん、ここへのアプローチっていうのもおそらく必要になってくると思うんですね、うんうんうん、さっき松永さんがおっしゃったようにストレス、うん、社会的ストレス、経済的ストレス、またはご夫婦問題かもしれない、こういうところでの種っていうのが自分の中にあるのかどうなのかってい う、うん、こうストレスチェックみたいなものもしかしたら企業としての取り組みにはありなんじゃないかなって思うんですよね。企業としての取り組みで、うん、あもちろん遠い話かもしれないですよ。 CSR の取り組みとかで、そうあなるほど、うん、はいはいはい、そういう、うん、はい、どうぞ。で企業の会社内のストレスがなくならない限り、やっぱり痴漢っていうのもなくなっていかないのかなっていう感覚は私にもあります。ただ、仕事のストレスを自分より弱い子にぶつけてしまえっていう考え方自体が歪んでると思うんですね。で、ストレスの解消は他にも趣味を楽しむとか、スポーツをするとか、いろんな健全な解消の仕方があるわけですから、そういう方向に行ってほしいなというふうに思ってます。うん、その通りですね。はい。はい、うん、で、そのバッジのデザインコンテストを啓蒙活動の一環でやられているという話でしたけれど、はいはい、ここですね。はい。はい、
参加された応募した人数とか、はい、参加した学校数っていうのが15年に始まってから昨年の20年まで書いてあるんですけれど、はい、あの2017年が他の年に比べて倍以上多いんですね。あ、はい、はい、応募総数が、はい、でそれはなぜかっていうふうのを見たら、もうこれの表を見たら一目瞭然で、参加している学校数がやっぱり多いからなんですよね、はい、この賛同して、くれる学校を増やすための取り組みっていうのは今何かされてたりしますか？毎年あのこの年が特別多かったのは実は、うん、登竜門というコンテストのサイトがあの全面協力してくださったのが事情があります。で、あの今毎年少しずつ増やそうと、あの2017年と2018年は協力していただけたんですね。なのでその協力がなくなった2019年に一回下がってます。はい、下がってますね、確かに、はいはい、それをあのまた増やしていく、独自の努力で増やしていくために、うん、昨年参加してくださった学校に今年もコンテストをやりますので、うん、あのご応募くださいというチラシを送って声を届けるようにしています。おかげで去年は独自の中では一番多い760点を集めることができました。ね、コロナ禍でなかなか学校に行く機会もなかったと思いますけどね、はい、すごく嬉しかったです。はい、うん、あのまたそのバッジのこととは別にですね、はい、何か新しい取り組みを先日されていたっていうお話を伺ったんですけれど、そちらのお話もよろしいですか？はい、ありがとうございます。あの今まではデザインを学生たちに作ってもらったりしていたんですが、うん、あのもうちょっと痴漢に対して痴漢犯罪がどういうものなのかを皆さんに知っていただきたいと思ってアニメーションを作るプロジェクトを立ち上げました、はい、でアニメーションのタイトルが学生に知ってほしい痴漢の真実というタイトルで、このアニメーションを見てからデザインを考えたり、コンテストの審査員も中学生高校生にお願いしてるんですけれども、そういったアニメーションを見てからあのバッジのデザインを選んだりすることで、課題意識や自分の身の守り方、あとは痴漢被害に遭ってる子を見かけたらどう守ってあげるかといったことをみんなでシェアできていったらいいなと思ってます。うーん、なるほど、はい、アニメがもうすぐできるってことですね。じゃあ今年の夏には間に合わせてデザインを考えてくれる子たちには見てもらいたいなと思ってます、うん、そのアニメとセットでこういう応募をお願いしますっていうのを学校に投げたら参加校も増えるかもしれないですよね、はいはい、それを期待しています、うん、加えてあれですよ、さっきゆりさんも言ってましたけど、はい、うん、法人とか企業の CSR 的な活動で各企業の女性社員に特派員制度みたいなのをセンターで作られて、うん、あのこれを学校社内で男性社員に広めてもらえませんかっていうようなのをやると、うんうん、これは結構そっち方面でも効果出るんじゃないかと思いますけどね、うん、はい、うん、はい、ありがとうございます、はい、なかなかこう男性に私もねこの話をすると、うん、俺には関係ないっていう意識がすごく強いんですよね。本当かなと思うんですけどね。ただ、はい、俺には関係ないけど、うん、娘とか、うんうん、孫っていうところになると少し当事者意識というか、うんうん、やっぱり守りたいものを守るためにはどうしたらいいのかっていうふうなところだと若干アンテナが触れるようで、うん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 、当然そうでしょうね、うん、私もこのテーマで、はい、ロータリークラブでお話をさせていただいたことがあるんですけれども、うんうん、あなたの大事なお孫さんを守るための知識をつけませんか、うんうん、っていうところでアンテナが触れたっていう。なるほど、その切り口いいですね。だからその社内で、うん、その会社の社員の女の子が同僚とか上司の
男性にこれ見てください、こんなのありますよっていうのって割とハードル高いかもしれないですけど、うん、娘さんとかお孫さんにこういうの応募してもらったらどうですかって案内するのはしやすいかもしれないですよね。そう、うん、自分事じゃなければ、うん、じゃあやってやるかっていうね、男性特有の、はい、そのルートいいですね、うん、はい、ハードルがすごい下がりますよね。そうですね、はい、うん、どんどん広がっていくといいですよね、うん、はい、で、そろそろですね、時間も割と経ってきているんですけれども、今痴漢抑止活動センターさんの方で、力を入れてらっしゃること、もちろんアニメの制作、参加される学校の募集、はい、はい、そして、まあ、もっと上の世代の人たちへの浸透っていうのもあると思うんですけど、皆さんにせっかく今日配信、番組配信に出ていただいたので、まだまだそんなに力のある番組ではないですけれど、頑張って続けていくつもりではいますので、見てくださってる皆さんに何かお伝えしたいことがあればお願いしたいんですけれども、はい、ございます。電車内の痴漢犯罪というのは100年前からある社会の課題です。それが今まで解決されてきてないということに私はショックを受けてこの活動を立ち上げました。で、痴漢抑止バッジ、一番最初に考えたのは高校生の女の子で、このカードをつけて電車に乗っていたんですね。で、今この子は高校を卒業して社会人として頑張ってます。彼女がこれから結婚したり子供を産んだりしてお母さんになった時、そのお子さんが被害に遭わないような社会にしていきたい。私は自分が子供の頃に被害に遭って、それを誰にも言えないまま大人になってしまいました。でも今被害に遭っている子たちって声を上げ始めている。その声を私たち大人が受け止めて、次の世代はもう絶対痴漢に遭わないような、これからの子供たちは性被害から守っていく、そういう社会にしていけたらいいなと思っているので、ぜひ皆さんと一緒に活動を広げていけたらいいなと思っています。頑張ってください、応援してます。ありがとうございます。マンスリーサポーターの話はいいですか？あ、はい、はい、いろいろ活動を頑張っているんですけれども、はい、コンテストとかをやるのにどうしても費用が必要で、毎年結構な赤字を作ってます、はい、で、そういったものも皆さんのお力で助けていただけたらすごく嬉しいです。今マンスリーサポーターを月500円から募っていますので、もしよかったら当センターのホームページからマンスリーサポーターにご応募いただけると非常にありがたいです。事前に聞いた話だと、一人が500円寄付をすると、はい、うん、無料で1個のバッジを1人に配布できるらしいんですね、うん、はい、マンスリーサポーターになると年間であなたは12人の痴漢被害者を救えるんですっていう話ですよね、うん、ぜひもっと広めてほしいですよね、うん、はい、うん、ありがとうございます。本当に一人でも多くの子にバッジを送れるようになりたいなと思ってます、うん、というところで今回はゲストに松村さんにお越しいただきましたけれども、うん、はい、小室さん、はい、番外編ではありますが、やんの、やんの、はい、締めていただけますでしょうかあ、やんのかはい、この痴漢問題、すぐに解決する問題ではないと思います。痴漢問題は社会問題です。ということは社会全体の皆さんがこの問題に目を向けていく、ここが私たちの今だと思います。今のフェーズはここです。すぐに解決する問題ではないからこそ意識し続ける、そんな私たちでいませんか、ということをご提案させていただきたいと思います。以上です。ありがとうございました。特に男性諸君は胸に。
書き留めておいてくださいよ。松永さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またぜひ遊びにいらしてください。はい、ぜひよろしくお願いします。それでは、小室ゆりのネットでウィークエンダー、今週はこの辺で番外編ですね、はい、番外編この辺で、また来週お会いしましょう。じゃあねー。